関東圏外のプロモーションを考える部署で、デザインから素材選定まで行った上で、 Thank you for great question. Oh yeah, thank you for your time. That was great. どうもしゅんです。こんにちは。今回はユニリーバさんという会社にお邪魔してるんですけども、ユニリーバさんの新卒5年目の社員さんに密着させていただきます。でこちらにいらっしゃるのは小野さんです。ユニリーバさんってどういう会社かっていうところを小野さんにちょっとお聞きしたいなと思ってます。弊社は世界190カ国でビジネスを展開する商品材メーカーになっています、はい、グローバルだと400のブランドを開発育成しているんですけれども、はい、実際に日本だとこういったラックスであったりとか、うん、ダブは皆さんも一度は手に取ったりとか使っていただいたことがあるのではないかなというふうに。いや、使ったことあります。あ、本当ですか、はい、嬉しいです。日本だと結構そのヘアケアとかボディケアっていうとかが多いんですけれども、グローバル全体だとフードであったりとかリフレッシュメントっていったところもやっております。ユニリーバさんが大切にしていることをちょっとお聞きしてもいいですか。はい、ユニリーバではパーパス、すなわちは企業の存在意義っていうところを非常に大事にしていて、それをサステナビリティを暮らしの当たり前にというふうに掲げています、うん、あとはもう一つは Be Yourself、うん、自分らしく生き生きと働くっていうことをとても大事にしているので、うん、そういった一人一人が働きやすい環境を、まあ、制度を通して、うん、支援するっていうのもそうですし、このオフィスもなんか様々な工夫がされているので、うん、今日一日はそういったところも注目していただければなと思います。はい、ね、弊社はそこ中目黒にオフィスを構えていて、グローバルだとロンドンなんですけれども、はい、ヘッドクォーターが、はい、日本だと中目黒にオフィスを構えています。で22階から25階が全てオフィスになっています。なんか日本じゃないみたいですね。あ、本当ですか、はい、なんかちょっと特徴的なのが、はい、このユニリーバショップっていうところがあるんですけれども、はい、ここは社員なら誰でも製品を購入することができて、かなりの値引きで購入することができるので、すごく魅力的な福利厚生の一つかなと思っております。おはようございます。本日は密着よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、入社5年目の金川さみと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。金子さん、今日はどんな一日ですか。はい、今日は午前中にチームミーティングと担当企業の、担当者会議にこう会議がありまして、午後は、本部のお打ち合わせですとか、まあ、あと新商品の撮影会などがあり、合間に個人作業を行う予定です。へー、金子さんが所属されているショッパーマーケティングってどういう職種なんですか。店頭店外のプロモーションを考える部署で、はい、消費者キャンペーンを考えたりとか、販促物を作ったりですとか、アカウントやチャンネルに合った施策を考える部署になります。営業でもありマーケティングでもあるみたいな感じですか。そうですね、営業さんに対して直接的に関わりながら、営業さんがどういう施策があったらアカウントでの商談がしやすいかというのを一緒に考えたりとか、逆に言えばマーケティングと一緒に限定企画品を開発したりとかっていうところもあったりします。メールの方が一応あったので、はい、資料作成に入りたいと思います。はい、資料作成というのは何を作るんですか。と直近で行った消費者キャンペーンの実績レビューをまとめた資料になります。と時間になったのでチーム会議に行きたいと思います。はい、これから夏に企画してる、はい、アイドルタイアップキャンペーンの話を少ししようかなと思ってます。夏のキャンペーンがもう動き始めてるんですね。あ、そうですね、もう昨年から動いてますね。早い。はい、めちゃめちゃ早くから。でもそれでも全然ギチギチというか、はい、結構忙しいですね。はい、もういろいろと契約書だのいろんな素材の作成だのあります。25階に行きたいと思います。はい、今日すごく景色いい部屋に行くので、はい、そこも紹介します。あ、広いですね。絶景ですね。
ちょっと暗いから明るくしたりしました。へー、かなこちゃんの推しどれだっけ。私はこのマーカーです。マーク、はい、皆さんにご相談させていただきたいのが、今ウェブバナーですとか、まあ、あと個人のデザインさせていただいてると思うんですけど、簡単にスケジュールのとこだけ共有できればと思いまして、第1弾のとこはもう進めてます。先ほどミーティングお疲れ様でした。お疲れ様でした。大きなポスターみたいなの持ってらっしゃったじゃないですか、はい、あれを皆さんに確認いただいて、はい、最終号になるみたいな。そうなんです、はい、デザインですとか、あと事務所さん確認いただいたので、まあ、チーム内で見え方とか視認性のところを確認いたしました。多分視聴者の学生はそのポスターを見るたびに金子さんを思い出すと思います。ちょっと、あ、そうですね、ちょっと責任重大ですね。はい、いや、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。この後はどういうミーティングですか。この後は私が担当しているチャンネルの、カスタマー様の担当者が集う会議になっています。どういうお話されるんですか。お店でどういった店頭での販促物とか、まあ、あとキャンペーンとか SNS での打ち出しとか、どういうものが効果的かっていうのをいろんな部署で集って考えるのが、これからの会議になります。どういうお客さんにユニリバ商品を買ってもらうポテンシャルがあるのかをすでにリサーチいただいたので、それをシェアいただいて、みんなでじゃあどういう店頭施策がハマるのかなっていうのをこれから話そうと思ってます。すごい花形ですね。いや売上のとか数字の細かいところとかも必要になってくるので、はい、そういう現実的なところもやってます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ご協力いただけたらありがたいです。わかりました、よろしくお願いします。午前の業務お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後休憩ですか。はい、ランチに行きます。はい、行きましょう。はい、ちなみにお二人って同期とかなんですか。あ、いえいえ、井上さんが2年目で私が今5年目になります。あ、じゃあ上司と、まあ、後輩みたいな関係っていうよりは、メンディー制度っていうところで今メンディーとして担当させていただいていて、メンディーっていうのがメンターとバディの間なので、ちょっと斜め上で先輩みたいな形で相談したりする関係になります。じゃあ気軽に相談できるなんか先輩みたいな感じなんですね。そうですね、本当に仕事もプライベートも、プライベートも全然何でも相談をして、まあ、月1回ぐらい定期的にこうランチとか行ってご相談させていただくみたいな形です。お二人から見てこういう人が多いなっていうのって、なんか一言で言うとどういう人が多いですか。結構穏やかな人が多いと思います、外資系としては。確かに、ね、とにかく優しいですよ。優しいと思う。なんか本当に些細なことでもわからないこととか、まあ、1年目の時は特に本当にわかんないことしかない状態で、誰に聞いてもすごい親身になって答えてくれるなっていうのが結構1年間で感じたことかな。よかった。いや、よかった。いや、本当に選んでよかったなって思える1年でした。金子さん、この後のご予定は。はい、25階にCEO のサンジェがいるので少し話してみようと思います。はい、CEO と話せるんですか。そうですね、結構上層部の方々と距離がすごく近いので、はい、気軽にオフィスで見かけた時は声をかけたり話したりしてます。へー、大企業だとあんまり話せないというか見たこともないみたいなイメージだったんですけど、近いんですね。はい、そうですね、結構カジュアルに3時から話しかけてくれることとかもあったりするので、そこはすごく気さくに話しかけてくれるので、私もすごく気軽な気持ちでお話できてるかなと思います。はい、How are you? Good. You? I'm good. Thank you. Asami, now you're 5 years in the job, right? Yes. How is it going? Oh, really well. I believe I have gained a balanced knowledge of how the company works, strives for innovation, and tackles the pain points of customers. You have been working in the office a lot. Do you see any changes in employees that you have not
noticed before? It's a good question. I have been coming to office more often, and I'm also noticing some more employees are coming to office. One of the things I'm noticing is people are more relaxed when they're coming to office because they're coming by choice and not pushed. They're more informal. Yeah, I really agree with that. Yeah. I also think that employees tend to be more casual and outgoing because I think they realized how important it is to take casual conversation with other employees. Right. And also, how would you describe Unilever to the students who have yet to know about us? For me, Unilever is a company with heart, with a big heart. It's a company which cares. It has the company which makes sure that each one of us is taken care of, both personally and in professionally. Thank you. Thank you for great question. Oh yeah, thank you for your time. That was great. No. Thank you. 少しオフィスを紹介させていただきます。でこちらがもちろん社員であればいつでもここに来てちょっとシエスタみたいなところで休憩するのでもいいですし、あとは本当にチームミーティングとかをしているチームもよく見受けられます。これ見たら行きたくなっちゃいますね。いいですよね。じゃあ次ちょっともう一つの部屋を紹介できればと思います。この部屋に入っています。でここも用途は別に全然決まっておらず、チームミーティングであったりとか、作業したい人は全然ここで作業しても大丈夫ですし、もうこういったこう違う空間で脳を刺激しながら一人一人が、自分らしく働ける場所っていうのをいくつかこうやって点在して準備しているという感じになります。今は何されてるんですか？今はこれから開発を行う製品のコストシミュレーションを行っております。コストシミュレーションって何ですか？はい、本当に利益を取れる商品にするためにはどの価格体系にするかっていうのをサプライチェーンとかファイナンスの方と話した内容をもとに今作成しています。へえ。今どういう商品を使ってるんですか？シャンプーとか、はい、コンディショナーとか。すでに今まで作ったものだと、ボディーソープ、ダブボディの北陸限定のデザインを地域限定のキャラクターを起用したパッケージで発売したりなどしました。今日は1年目の研修最終日なので話しかけに行ってみようと思います。お疲れ様です。ちなみに最初はどこの営業所から始められたんですか？最初は私は卸営業をやっていて、東京の卸さんを担当してました。で最初どこ配属がいいとかあるの？いやー、実家が関西なんで大阪がいいかなと思ってるんですけど。確かに大阪営業所もね、そうあります。結構すごい楽しい雰囲気、はい、あ、そうなんですね。最初は外勤はすごいいいと思う。あ、本当ですか？なんか私今中だけど、めっちゃ外勤さんとやり取りするから。あ、そうなんですね。そうそうそう、なるほど。僕サプライチェーンに入るんですけど、その営業部署ってサプライチェーンとどういう関係とかあったりするんですか？そうですね、結構もう外勤内勤もどの部署も密接に関わることはあると思ってて、例えば外勤とかだったらカスタマーサービスとして、実際にそのお取り組みをしている企業さんの在庫管理を入っていただいたりとか、私の部署だったら限定チャンネル向けの商品開発を行ったりするので、その時に商品の原料とかパッケージとかどういうものを使うべきかとか、この辺とかを結構連動してますね。はい、会員さんから問い合わせ来た時とかも、あ、こういうことかって分かるし、一度経験しておかないとそういうのが、なんかちょっと気持ちとかもなんか分かるから、その営業さんの、それはめちゃめちゃ良かったなって思ってる。この後のご予定は何ですか？この後は同じチームのメンバーが今月発売された新商品の AHC の SNS 用撮影をしているので、それに参加しようと思います。へえ、SNS の撮影って自社でやるんですか？あ、
そうですね、なんか自社でイメージを取ったりすることもあれば、はい、業者に依頼させていただくこともありますが、今月発売した商品なので、おー、 SNS で見せ方どうしようかっていうところも含めて話に行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様。新商品についての説明いただいてもいいですか。はいはい、このブランドは AHC っていう風に言うんですけれども、もともと2017年にユニリーバが買収したカバコリアという会社のブランドになります、うん、ヒーローアイテムがアイクリームになるんですけど、それを今年の4月にちょうど店舗では初めて扱わせていただくことになりました。で、今先行発売で松本清とここからファインで発売をしてます。私たち のチームで、はい、こちらの商品の日本での展開っていうのをマーケティングや営業さんと密に連動しながら組み立ててきました。へー、はい、ここが商品の魅力ポイントっていうのがあったら教えていただきたいです。いっぱいあるんですけど、はい、一番はちょっとここ見ていただきたいんですけど、韓国で1億本突破しているアイクリームでして、韓国で5年連続アイクリームでナンバーワンのシェアを持っているっていうところで、もう実力が認められている商品っていうところが一番の推しかなというふうに思ってます。アイクリームだと重めのテクスチャーのものが多いんですけれども、見ていただかるようにかなりみずみずしいので、うん、この商品自体は本当に全顔に使用いただける商品になってます。あ、目の周りだけじゃないんですね。はい、そうなんです、うん、この反則物もショッパーマーケティング、私たちのチームでデザインから素材選定まで行った上で、はい、考えさせていただいたんですけれども、へー、はい、こういったところにどういった内容を訴求するかですとか、色味ですとか素材とかっていうのもチームで考えて作成をしました。はい、へー、はい、ぼやかしてこの本とかが後ろにあったら可愛いかなと思ったんですよ。じゃあこうしてっていうか、ぼかしでしょ、その時。あ、ぼかしの、そう、で後ろの背景をこういう、うん、あ、いいですね、生活感があるのをぼかすみたいな。そう、ビル映したくないんですよね。金子さん、今からは何されるんですか。あ、今からは私の上司とのワンオンワンウィップがあります。ワンオンワンってどういうことされるんですか。毎週行ってるんですけど、日々の業務の進捗の共有ですとか、相談事の共有とか、まあ、本当に細々した業務の内容まで幅広く相談してます。へー、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、ショッパーマーケティングでマネージャーやってます、福島と申します。金子の上司に当たります。まず企画品の方なんですけど、全て薬屋の方に入れます。で、次は大サイズの成長を見ておくと、これで、はい、終わりになります。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。この後はどこで、はい、どんなミーティングですか。この後は同じこの25階で、はい、ホームリーガルのとの打ち合わせがあるので、はい、その部屋に向かいたいと思います。はい、よろしくお願いします。私からは、今回、今年の MCT キャンペーン、夏のユニリーバフェアの、ランディングページと、はい、あとは応募フォームの方で、内容の確認ができればと思っています。はい、で、こちらが、LP、ランディングページなんですけれども、お疲れ様です。お疲れ様です。すごいクイックでなミーティングだったなと思いました。でもそうにしたの。ありがとうございます。結構本部リーガルの方でやり取りさせていただくときは、はい、事前に書類書面とか、うん、素材はもうお送りしておいて見ていただくので、うん、はい、はい、だからいきなり来るとやっぱ最初から話を聞かないといけないので、はい、ちょっと時間かかるんですけど、もうすでにこれは今何度か、何度か確認させてもらってるので、はい、最終的なところを確認するので、はい、比較的短い時間で、そうなんです、クイックに終わりました。なるほど。こういう方はユニリーバに合ってるだろうなとか、はい、こういう方と一緒に働きたいっていうものがあれば教えてください。うん、そうですね。なんか私は新卒の方の意見とかも本当にすごく会社にとって重要だと思うので、物おじせずすごいいろんな意見を言ってくれる方々と一緒に働いたら、もっともっといろんな施策が生み出せると思うので。ありがとうございます。